今やはり地震でありますとか津波でありますとか、そういう恐れもあるわけでございますから、そうした震災に強い日本を作っていくということ、そのことを通じて日本の経済を復活をさせるということを頑張っていきたいと思っております。円を外貨に変えて、今こそむしろ外国の有料な資源の鉱山や、あるいは食料の基地、あるいはそういった企業の株、まあ、こういうものを円高を利用して買うということが、ひいては日本の将来の安定につながってくるのではないかと思っております。またその日本の資金を活用して、不安定な米国あるいは欧州の国債、こういったものについても関与をしていくということも、私は大事なことではないかと思っております。特に韓国等に比べると周回遅れと言われている高いレベルの経済連携協定 FTA、 これをですね、2国間でしっかりと推進をしていくことが大事です。併せて資源エネルギー外交も推進をしていく、まあ、こういう観点から経済外交を積極的に展開をしていく、これが私の基本的な考え方でございます。ということがあるので確認をさせてください。復興の基本方針、復興基本法、これそれぞれ閣議決定をしたはずであります。しかし今度は候補者の皆さん相互に質問と答弁を行っています。